ね、翡翠小太郎さんの私 LINE に登録してるんですけど、でその時になんかね課題が出てて、9月9日までに美味しいものじゃない、自分が食べたことないものを食べてみたいなこと書いてあって、でその意図っていうのは、私たちは小さい頃食べたことないものがいっぱいあって、それを食べるために心ワクワクさせてたよねって。だから心ワクワクさせるために食べたことないものを食べてみてっていう課題が出たんですよ。あ、めっちゃいいなと思って。でちょうど私世界の料理を食べるのがすごく好きで、図書館とか本屋さんとか行って、世界のご飯をなんか東京都内で食べられるお店の紹介本とかね、見つけては Google マップにお気に入り登録してるんですよ。で、あ、いいなと思って、なんかそういう風にキューバのご飯食べに行こうとか、ロシアのご飯を食べに行こうとか、お食事会みたいな感じにして、世界の、世界ツアーみたいな、世界ご飯巡りみたいな感じで、ツアー組めたらちょっと楽しそうだなっていうふうに、今思っています。ご飯会をやりたいみたいな。で、ご飯食べながら、美味しいねとか、変わってる味するねとか言って、なんかおしゃべりするような場が、できたらちょっと楽しそうだなっていう風に今思っています。なんかね、中目黒にあるね、あとねモヒート屋さんも行ってみたいんだよね。ね、なんでモヒートにハマに心惹かれてるかというと、ですね、蔵前の方にあるところでスタンドでモヒート売ってるところがあって、ではちゃめちゃに美味しくてすっごい気に入って、モヒート大好きになったんですよね。だからなんかね、そういう風にモヒートを楽しめる店に行くとかすごい楽しそうだなと思って、なんかそういう経験をこう集まってしたいみたいな。で多分私のところにやってきてくださる方ってすごい個性的で、おしゃれ好きで、セックスの話するのとか恋愛の話するのが好きな女性たちが集まるってもう明確に分かってるので、なんかこう私をこう旗印にして、似たような女がギュッて集まって、モヒート飲んだりキューカンバーグ食べたりできたらなんかちょっと楽しそうだなって思って、なんかそういうことをしたいなって。ちょうどこれから夏休み来るじゃないですか。うちの子供がうちの実家の方に行くので、夜も自由に外出られるなーなんて思ってて、なんかそういうことをして遊べたらいいなーなんて今思っています。あとこうみんなでマッスルスナックに連れて行こうというのもちょっともうやろっかなーみたいな、マッスルスナックみんなで行くっていう機会もいいなーなんて、夜遊びしようかなーなんてちょっと思ってたりもしますね。こう暑い夏をちょっとせっかくなのでツアーみたいなことやって遊べたら楽しそうだなーなんて思っていますね。あ、何があったかな。あ、そうだ、あとね、今私朝6時にモメってやって、でこれから鏡のワーク今募集してますけど、あ、ごめん、先に鏡のワークの話させて。ね、鏡のワークさ、みんなやってくださってますかね。自分のこうやって目を見て、この目の奥見て、自分が欲しい言葉を言うっていうワークなんですけれども、これ翡翠さんがもともと教えてくださってたワークで、小林正観さんから教えてもらったワークを翡翠さんが YouTube で紹介してるんですけれども、源流は目を見てすっごいいい笑顔になって、皆さんちょっとボリューム調整してください。ちょっと小さくして大きい声出すから。おめでとうで、すごいいい笑顔で自分の目の中の自分におめでとうっていうのが源流なんですけれども、私はこれを最初やってた時に、まあ震えなかったんですね。全然はってなったんですね。無理だったんですね。おめでとうが響かない。だから何したかっていうと、謝ったんですよ。自分の目を見て、ごめんね、一人にしてごめんね、ほったらかしてごめんね、
今ただいま響いております。ちょっと味合わせてください。これやるとね、緩んでくの。自分にね、謝ってあげてないのよ、意外とみんな。内側のね、よくインナーチャイルドっていう言葉で使われますけれども、内側のちっちゃいちびっこがね、あなたのちびっこちゃんが切れ散らかしてる中に急にね、できるよ大丈夫だよ愛してるなんか言われてもね、はぁってなるわけですよ。だって切れてるから。あるでしょ、すっごい喧嘩してすっごい切れ散らかしてる時に愛してるよなんて急に言われても、もう中指立てちゃうじゃん、無理じゃん。だから先に謝ってあげなくちゃいけないんですよ。自分のその肯定的なポジティブな言葉を受け取っていただくためには、自分との信頼関係を築いておかないと受け取っていただけないんですよ。急に初対面のとこに愛してるよって言われても、何詐欺とか思うでしょ。でもこう信頼関係築いてる男に愛してるよって言われたら、はぁってなるでしょ。今自分と内側の自分と仲違いしてる状態だと入らないんですよ。だから謝ってほしいんですよ。これは翡翠さんは発信してなかったから、私が今これ大事だなって自分の経験から気づいて鏡のワークで皆さんに伝えてるんですよ。謝ろうぜ自分にって。そんなね、土壌が整ってない状態で愛してるよなんか言われても、もうダメダメダメみたいな、ごめんね、一人にしてごめんね、寂しい思いさせてごめんね、助けてあげられなくてごめんね、辛い思いさせてごめんね、本当にごめんね。このごめんねも自分を響かせるという目的で言うと、声の出し方、言い方、ニュアンス変わってきます。ただ単にごめんね、響かない。そんな風な謝り方されて切れるでしょ。だからちゃんと自分の内側と向き合って、真剣にこの子に謝ってる、本当に悪いと思ってるんだ、本当にごめんねっていうのをあなたの内側さんの子に伝えるために、目をガンガンに見て、一人にしてごめんね、寂しい思いさせてごめんね、でその言った言葉を受け取って味わってほしいんですよ。言うことだけに夢中にならないでほしいんですよ。響かせてあげてほしいの。受け取る時間を作ってあげてほしいの。あなたがその内側の子のことを思ってごめんねって言ったんであれば、内側の子にちゃんと受け取る時間を作ってあげてほしいんですよ。それをやるだけで声変わる。すっごい現実が動き始める。今そういう風に鏡のワークやって、朝モメとやって6時にやって、でそれで夜こうやって寝る時間、さっきの10時半頃からやってましたね。10時半から夜の予祝会って言って今やってますけど、もうこうやってね、体ちょっとずつね触ってるとね、ただ触ってるだけじゃん別に。感謝の言葉も別に私自分に送ってはいないんですよ。でも緩んできて、体がね内側から声が上がってくるの聞こえ始めるんですよ。私このやっぱ手が敏感だから、こう手を抱きしめてあげたりすると、この左手を右手でギュッてギュッてやってると、うーってこみ上がってくるんですよ。ねぎらわれてるのが分かるから、そのこの右手にねぎらってもらってるのが分かるから、
もうね、込み上がってくるんですよ。あ、頑張ってくれてるのを分かってくれてるんだねっていう風に、もう右手から嬉しいって、ありがとう、見ててくれてありがとうみたいな感じで、もうわーって声が上がるのが内側で聞こえるようになるんですよ。今私ちょっとだんだん感覚が立ってきてる、おかしくなってきてる。で、私はここら辺がまだ敏感になったばっかりなんですね。ここがやっぱりこのスマホだとか、もう家の家事を一番やるのってここの指先さんだから、もうすんごいこう声が上がりやすい。でも私やっぱこの下半身が仲良くしてこなかったから、本当に申し訳ないけど本当仲良くしてこなかったから、今仲直り作業するためにこうずっと触ってて、足首触ります？普段足首とかかかととか足の甲とか触りますか？皆さん触ってあげてくださいよ。もうこの子たちよう頑張ってますよ、1年もう年がら年中ずっと生きてから。でここをねぎらってくると、きっとこの手のひらみたいにわーわー声上がってくるんだろうなと思って、私それをすごい今楽しみにしています。だから仲直りをしててほしいんですよ。これやってるのって、あーっと思ったのが、なんだっけな、私4人ワンドで膣保護し始めた時に、体中から怒りとか吹き上がってきたんですよ、いろんな感情が。その時の感覚がきっともう来るんだろうなと思ってて、膣っていう、もう日陰者扱いされてきた場所に意識を向けて愛を送ったから、だから膣がその愛に応えてくれたんですよね。で、私たちがほったらかしてきた体、やばいね、ちょっと暴力的な言葉だね、ほったらかしてきた体、響きやばくないですか？え？ずっと一緒にいるのに、あなたの横にいる男よりもずっと一緒にいるのに、この体がほったらかしてきた体で、この体をすいませんでしたと思い、もうこれもうちゃんと見てますって愛してます、本当に申し訳ございませんと、いたわってあげたい。でこのいたわってあげる時間を夜取ろうよと思って、でこれさ、私ね思ったの、すごい贅沢な時間だなって、これ富裕層がやることじゃないかなと思ったんですよ。私のイメージの富裕層って絶対にボディケアしてるんですよ。私のイメージの富裕層って象徴的なもの、叶姉妹ね、ものすごい体にお金かけてメンテナンスめちゃくちゃしてるじゃないですか。私金かかってる女ってボディメンテナンスにお金かけてる人だと思ってるんですよ。お金っていうか時間とか愛情とか意識とかを向けてる人って本当に光ってるなと思って。私2年前にモデルさんされてる女性と会ったことがあったんですけど、光ってたんですよ。あー、この人お金かけてる人だって、もうねパッと見てわかるの。すっすごいツヤツヤだったの。歳は重ねてるっていうのわかるんだけど、でもね、すっごい輝いてたの。あ、この人お金かけてる人だってわかるから、なんかね、大事にしなくちゃっていう風に、本当に思って、なんかね、エスコートするような動き方って本当にして、なんかね、もう、尽くしたの、自然と。だから、わかんのよ、人に。あ、この人丁寧に扱わなくちゃいけない人だなって、放つのよ。彼女は何も喋ってないのに。え、そうなりたくないと思って。で、一番最初別にさ、高いさ、顔面にさ、こうやってクリーム塗るのもさ、まあいいんだけどさ、え、ここだけじゃん、たかが。たかがここだけじゃん。え、全身、全身、ここら辺さ、愛向けたらさ、絶対にさ、おかしいこと起きると思いませんか？私、年末、12月25日、だったかな、ハッピーちゃんがシェアしてくれてた、体の脇役を主役扱いすると人生が変わるよって言ってくれてた言葉をちゃんと受けて、足の裏を保湿するっていうことを始めたんですよ。いいやつでここら辺にね、ちゃんとクリーム塗って、寝る前に塗ってる？足の裏クリーム塗んなね、ハンドクリームでいいから。これ塗るの、これね、21日間やってたのかな。で、これやって、あ？ 21 日間だと思う、多分。やってたんですよ。足裏
プロジェクトって言って、VIP 扱いへの道って言ってやってたんですよ。そしたらね、本当に親切にされるようになった。なんか、こう、ダイソーとか行った時に、接客が、あれすごい丁寧だなとか、なんかものすごいこう、なんだろう、気にかけてくれてる言葉を受けたりとか、あと、佐川のお兄さんが、それサービス外じゃねみたいなことがあったんだけど、それでも私のためにものすごく動いてくれたりとか、助けてくれるっていうことが増えたんですよ。足ぐらこうやって塗ってたら、事実です、へえみたいなことが起きたの。しかもさ、こう聞いて、家族じゃないじゃん、家族じゃないんですよ。外のダイソーさんとか佐川さんとか、こうそういう人たちが私の足の裏をケアしてるなんてことを何も知らない人たちが親切にしてくださったっていう経験があったので、これはすごいなと思いまして、でこの経験が一つありました。で私は膣をほぐしたことによって大きく人生が動いたという経験がありました。はい、ここで理解できることがあります。ちょっと待って、ボディケアってものすごく人生変えるの早くないっていう気づきからの、今これからポータルストレッチを毎日やるという経験、絶対にいいよねと思って、こう背中とかさ、自分でさ触らなくないですか、こう背骨触るとか、こうで、あーってマッサージみんな好きじゃないですか。でマッサージされに行くのはもちろん体をほぐしてもらいたい、リラックスしたいからマッサージ行きますよね。今私たちの手で自分の体を、地肌触るだけで随分と緩みますけど、と赤ちゃんとかちっちゃい子供とかお腹撫でなりするとよう寝るじゃないですか。こう大事に思っているんだよっていうの分かるように、こうなでなでなでってすると、プーって言って息吐いて寝るじゃないですか、赤ちゃんたち。で私たち小学校上がったりとか中学年くらいになると、もうお腹をさ、こうやってさ出してさ、おじいちゃんおばあちゃんにさお腹なでなでなでとかさ、お母さんにお腹なでなでなでってする経験さ、ものすごく減るじゃないですか。保育園幼稚園くらいまでだと思うんです、お腹出してなでなでしてもらう機会って。体がどんどん大人になっていくからね、子供じゃなくなってくるわけよ。そうすると肌触ってもらえないじゃない。だからそこから触ってもらってない、大事にされるっていう感覚を小さい時ほど味わってない。今私たち自分でできますよ、もうこうやって触ってあげる、大事だよって。国宝の体、国宝の体を大事に大事に触ってあげる。どんな意識でも構いません。あなたが震えるのはどんな想像力を足してくださっても構いません。大好きな亡くなったおばあちゃんが大好きだよ大好きだよって言って触ってくれてるのをイメージしたら震える方、そうやってイメージしてください。私みたいにマッツ・ミケルセンみたいにイケメンが私の体を愛撫してると思った時に異常に震える方、愛撫だと思ってこうやって触ってください。国宝と思って触った方が震える方、国宝だと思って触ってください。想像力を足すだけで私たちは異様に震えることができます。震えさせてください。時間の流れ方が変わります。私最初そのポータルストレッチ今ここで教えてもらった時、もう2年前だよねきっと、あの時はもっとエゴキーマンが強かったから、ただ無言で無音の中にいることがすっごい苦痛だったんですよ。長っ、50分長っ、触ってらんないわ無理ってなってたの。でも今、モメットやったりとか、モメット霊法やったりとかして自分の呼吸っていうものに意識を向けるっていうことをできるようになったりとか、想像力を足すことによって震えるっていう訓練をした結果、なんかできるようになったんですよ。50分自分の体を触り続けることが。で、そして気持ちが良くて涙が出るようになったわけですよ。だからそのね、エゴキーマンが強かった私ができるようになったから、そのどこが引っかかってどうやってクリアすればいいかっていうノウハウがちょっと溜まってるんですよ。だからそれをシェアしながらみんなで夜やってこうぜって。で、それで、今日ねって、
手のひら触ったら涙流す、寝るようになったとか、なんか足の感覚が立ってきたとかいうのを、ちょっと横断的にみんながこう前進してる話をね、しながらね、やっていきたいのよ。その一方的に私が喋るのね、もう嫌なのよ。飽きたのよ。だからみんなで、すごいじゃんとか言いながらやりたいのよ、夜。だから夜の、あの、予祝会参加して、やろ。安いよ。3300円だよ。やろうよ。21日間だけなんだから。っていうね、もう熱烈な誘い。やろう、やろう、やろう。夢とか喋ろうとか、今日嬉しかった話とかさ、するとかさ、ものすごい健全だと思うんだよねって。そういうことをやっていきたい。で、お金持ちは、ちょっと私だけじゃないと思うの。お金持ち絶対ボディケアしてるっていうイメージあるでしょ。なんかホテルの、なんかさ、15万、20万するさ、なんかエステ的なものとかさ、行ってそうと思う。そういうのさ、まださ、ちょっと20万さ、ボディケアに出すのちょっと勇気いるじゃん。でもさ、今さ、ちょっと薄暗い部屋にして、ちょっとろうそくとか焚いてみて、瞑想聞きながら、こうやって体をいたわるって、はい。今からでもできます。今からこうやって大事に思ってるよって思いながら体触ることできます。これ、私何日やってる？ 4 日間くらい多分やってる。で、4日間くらいやってみて、うち、異変が起きてます。うちの娘、夫、なんかすごく私のことをなでなでしてくれる量が増えました。ハグーとかしてました。なでなでしてくれる。うちの娘がスリスリスリって言ってきて、ママにこうずっとこうなで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 ってするし、うちの夫もなで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 って私のことを吸うようになりました。現実化が起きております。早い早い。そういう実験をしたい。こんな風なこと起きたよとかいうのを、私は私だけの話じゃなくてみんなの気づきも聞きたい。あのね、そうなの、私ね、やりたいのよ。その気づきっていうものが、自分の気づきをね、些細なことだって言ってね、スルーしがちなことをね、もうやめてもらいたいと思ってて、あなたの気づきを一言書くだけで、喋るだけで、人は、そうなんだ、私も頑張ってみようとか、影響を与えるんですよ。こうさ、水の中に水が、水面があって、ピチョンってちっちゃいさ、雫が一個落ちただけでさ、ふわーって波紋って広がるじゃん。それなのよ。みんな、自分は大したことない、こんな気づき誰もが気づいてるはずだからわざわざ言う必要はないって思って言わないと広がりなんか落ちないでしょ。でも今一滴、たった一滴でもいいんだよ。それをパッて落とすだけでわーって広がってくるの。それだけあなたには本当は影響力があるの。必要なの、それが。で、影響し合うの。あ、私もパターンふわーって広がる。こっちもポタンふわーって広がるの。本当は広がるものなの。世界中にずーっとずーっとずーっと広がっていくの。あなたの気づきっていうものが。世界に影響を与えるものなの。それを抜かりなく喋ってもらいたいから、私はシェアをする時間を絶対に取りたいの。これは夜の予祝会だけではありません。鏡のワークでもそうです。こういう言い方したら、こんな言葉を自分の目に伝えてたら、こんな風なこと起きたよとか、自分の内側でこんな風に響いたよとか、涙が出たよとか、なんか今ね、響かなくなっちゃった。今まで先週はこの言葉で響いてたんだけど、今週はなんか響かない。みんなどうしてるって、どうやってるって。そういう話を私はしていきたいの。嫌なの、もう。一人でやり続けるのが。みんなで影響を与え合いながら前進していきたいの。私は何かコミュニティに参加した時によりエゴキンマンが強い時の話だけれども、その人のことを先生にしちゃって、先生の言うことを聞けなかった私はもう変われないんだって思って、卑屈になって辞めてやったりとか、違う先生見つけてそっちのコミュニティ入ったりとか、そういうことを何回も何回もしてきたの。で、じゃあなんで、どうしたらそういう風に誰かを先生にしないで済むのかなって思った時に、
私みたいに我が強い人間は自分が発信することがすごく大事だなって、喋ることによって定着ができるし、誰かの気づきになってたり、その反応が返ってくることによってすごく自分の自信につながったっていうことがあったんですよ。誰かに向けて話すこと、それに対して反応が返ってくることの喜びってすっごい素晴らしいものなんですよ。あなたが世界に発信しないと返ってこないんですよ。こんなみっともない話とか、こんなどうしようもないことでも外に出してみないと、それがどうしようもないことかどうか、役に立たないものなのかどうかっていうことはわからないんですよ。意外と喜ばれたりするんですよ。だから喋ることをしてほしい。そのSNS やってなくても、ブログをやってなくても、そのコミュニティの中に入った時に自分が発言する場所があるっていうことが、すっごく私は居場所になるなと思って、あ、喋っていいんだって、あ、私いていいんだって、それがちょっとでも思えたら、それがスモールステップになって、なんか、あ、みんなに喋ってみようかな、インスタライブやってみようかな、お話し会やってみようかな、セミナーやってみようかな、何か作品を作ってみようかなって、ちょっとずつちょっとずつ、なんかこうセーフティーを超えてって、何か動くようになってくるんですよ。私はそれを見てたんですよ。だから私はみんなが安心して喋れる場所を作りたいし、そこをでちょっとチャレンジする場にしてもらいたいなって、大したことないんですけどっていう枕言葉つけちゃうかもしれないけど、それでもいいから自分の気づきを言葉にする、何も気づけなかったっていうことでもいいし、なんか震えなかったっていうことでもいいから、何か自分の体の感覚を言葉にすること、自分の人生で今起きてることを言葉にすることっていう時間を、鏡のワークであったり夜の予祝会であったり、そういう場でなんか作っていきたいなって思っています。そう、誰かを先生にしてほしくない、自分の中に答えがあるっていうことを探っていってもらいたい。私が誰かを先生にしがちだったっていう経験があるから、本当にやってもらいたいなと思っています。まこさん、なんか久しぶりに春風さん見たら綺麗になってる、ありがとう、努力してる今筋トレ、え、もう筋トレ半年以上通ってるでしょ。あと今一生懸命あのタンパク質取るようにしてるでしょ。あと今一生懸命ね、愛を送ってる自分に、こうやって夜の予祝会して、こうやって自分に愛を送って、鏡のワークで大好きだよ大好きだよってずーっと送ってる。自分がぐらつくのが分かるから、弱くなるのが、簡単に弱くなるのが、自分のことが大事な存在だっていうことを忘れることを知ってるから、愛を送ってる。こまめにやってこう、コツコツ強いぜということなんですよ。鏡のワークも21時間でもう一回終わりにしようと思ったんですけども、なんだっけ、予祝、うん、違うな、翡翠小太郎さんの本の中に数ヶ月マントラを唱え続けたっていう記録があったので、あ、何、ちょっと待って、1ヶ月じゃなくないと思って、あ、ちょっと続けた方がいいかもと思いまして、継続コースを作っておりますので、鏡のワークの参加者の皆様、よかったら一緒に引き続き継続しないでしょうか。講座の中身異様に達しましたので、まあ、フルに全部参加できないかもしれ、できないっていう方もいるかもしれないけど、利用す、できるだけ全部詰め込みま、やってもらえたら嬉しいなと思ってやっております。はい、まこさん。マグワイ毎日してますか？なんか努力による綺麗というか、うまく言えないけど、セクシー。あ、なんだろう、マグワイは正直毎日できてません。疲れ切って今そこで夫が寝ています。無理、やれてない。でも
え？膣ほぐししてるのと吸うやつをやってるのと、でもやっぱり何かしてるっていうのも本当に自分の鏡に向かって大好きだよみたいなことをやり続けてるのじゃないかな。嬉しいけどもすげえいい子、嬉しいこと言ってくれじゃん、まこさん。絶頂期の子宮院長、はるちゃんみたいな綺麗さな感じ。すげえ嬉しいじゃん。ありがとう。愛を送り続けるわ。頑張るわ。なんかそんなこと言われると、私、あ、頑張ろうみたいな。今やってる努力間違ってないんだなって。朝モメットやって、モメット礼法やって、整えて、鏡のワークやって、愛を送って、夜寝る前にこうやってもうご自愛って体にこうやって愛ってやるのがいいんだなやっぱりっていう風に思いました。さあこんな時間なのに私はまた朝6時に起きます。今日も聞いていただいてありがとうございました。皆様どうぞお眠りください。あ、リンリン、鏡見て大好きだよがマジでどうしてもできない。リンリン。リンリン。じゃあ、リンリンあれだね。じゃあ、大好きだよが、抵抗が出てるってことは、謝るのが先だね、きっとね。ごめんね。一人にしてごめんね。ほったらかしてごめんね。寂しい思いさせてごめんね。本当にいつか大好きだよが言えるターン来るから、ちょっと本当謝るの一生懸命やってみて。で、ね、聞いて、本当になんか謝るのがね、なんか停滞してる感じしたりする人いないかな。謝ってることとか、なんかなんていうの、現実創造になんか生かされるんですかって。なんかポジティブ、ほらマントラとかってさ、全部さなんかポジティブじゃん。私は癒しの女神、私の人生は順調です、私は良き方向に向かっているって、全部順調じゃないですか。なんかこう順調っていうか、そのポジティブなワードばっかり言うじゃないですか。だからその謝るっていうことに対してなんかすっ飛ばしたい方すごく多いと思うんですよ。すっ飛ばさない方がいいよ、ここ丁寧にやった方がいいよ。だって土台なんだもん。内側のインナーチャイルドが切れ散らかしてるのにもかかわらず、あ、大丈夫だから、大丈夫だからとか言って、踏みつけにして無視してるのって、後でしっぺ返し来そうで怖くないですか。でね、ずっと謝ってても、なんか震えないなっていうタイミングが来るときには、今日は、今この瞬間は謝らないで違うポジティブなワード言ってみようとか、ちょっと本当に内側の自分の感覚と、対話しながら、言葉を探ってみてください。で、言葉探るの苦手ぴょんっていう方は、セッションつけてるんですよ、鏡のワークには。だから、一緒に、探らせていただきますので、利用してください、私のセッションを。絶対に見つけるから。で、今ね、やっぱ、類友が集まってる、鏡のワークやってると、頑張り屋さんのガールたちが、大量に集まった感じがする。だから本当にね、似たところで言葉が響いてるなっていう感じがすごくする。私はね、私が泣いちゃう言葉はね、私ファザコンを患ってるから、父に認められたいっていうのがすごく強いから、大したもんだなって。お、頑張ったな。お、すごいじゃん。すごいな。頑張ってる。本当に頑張ってる。よくやってる。ねぎらわれたいんです、私は。頑張り屋さんだから。うっかりね、ほっとくとね、もっとやれる、もっとやれるってね、鞭打っちゃう、私。お恥ずかしいですが、本当鞭打っちゃうから、やんなよ、もっとやれよ、できるだろうって。言いがち。言葉にしてるわけじゃないけど、内側で言いがち。だから、頑張ってるねって。あと最近ね、見つけたね、めっちゃ来るなっていうワード。これ多分万人に響くと思うよ。いくよ。ありがとう。
私のためにありがとう。私のためにありがとう。いつもありがとう。いつもありがとう。ありがとう言ってなくない？もう自分に本当思ったの。なんかもうちょっと頑張り屋さんはね、自分のねぎらうのね下手くそ、私含めて本当下手くそだからね、ありがとうってね自分に言ってあげよう。誰かに言われるのね、待ってるのね、もう延々に来ないと思っていいよ。もう先に自分に言ってあげよう。言ってあげないとね来ないから。でね、あのね本当にね、人からの感謝とか欲しがってる子にねよくあることなんだけど、誰かからありがとうって言われてもね、ありがとう深くで受け取れないのよ。自分がありがとうを受け取る器ができてないから、人からありがとう書いてきてももうこれくらいしか受け取る器ないからね、こぼれんのよ。だからずっとね足りないの。足りない。足りない。もっとありがとうって言ってよ。もっと言ってよ。もっと欲しい。もっと欲しい。いやいやいや、器が、器ないがな。もう、あなたが、ここ耕すで、整ってないから、どんな人からありがとうを、おお、電気が消えるぜ。ありがとうを言ってもらっても、満足できないんですよ。だから今この鏡のワークでやってることっていうのは、自分が先にありがとうありがとうありがとうって目を見て内側の子に伝えてあげて、あー泣かせてあげて、でそしたらここがね、器がどん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 大きくなるんだよ。どん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 大きくなったら、人から言われたありがとうとか、人から親切にされたことをもっと嬉しくなるし、もっとありがとうって震えやすくなるんだよ。だから些細なことに対して感動しやすくなるの。コスパがいいの。震えやすい体になるの。だから先に自分に対してありがとうありがとうって、大好きだよって愛を送ってあげてないと、どんなに外側がすごく素晴らしい現実が生まれて感謝がいっぱい来たとしても、自分がこれくらいもなんかおちょこくらいなサイズの受け取る皿しかなかったら足りないままなんですよ。だから耕してるんですよ、鏡の枠で。リンリン、響くね。夫からありがとうなんて言われたことないわ。リン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 、自分にありがとう少なくない？もっとねぎらってあげよう。私たちは結構頑張っているんだから、もう自分のことを自分でねぎらってあげましょう。皆さん、経営の神様の松下幸之助がしてたことをご存知ですか？秘書が社長室入ったら松下幸之助がこうやってたのって。で、秘書がね、社長何されてるんですかって聞いたら、よくやってるなと思って、誰もな褒めてくれないからな、自分で自分のことを褒めてるんや。ねえ、経営の神様がやってるよ。ねえ、経営の神様がこんなことやってるんだよ。やろう？で、今日安住さんのラジオを聞いてたんだけど、なんやな、たけしさんが控え室で言ってることが、たけしさんでさえ、あー褒められたいなって言ってるんですよって言って。だからもうね、もうね、もうしょうがないの。万人が褒められたいの、みんな。もうどうしようもなく褒められたいの。だから、もうしょうがないの。もう自分で褒めるしかないの。で、満足するまで褒めるにはもうね、自分で褒めるしかないの。他人からもらってるのね、もうね、待ち続けてるとね、やばいから、もうメンヘラになるから。やめよう。もう、おばさんのメンヘラなんか見てらんないよ。
ねえ、なんで褒めてくれないの、なんでありがとうって言わないの、ねえ、あ、こんなこと、これこんな、これだけ私がしてるんだから、ありがとうって言うの当然じゃない？もうやめようね。やばいよ。きつい、きつい女になるから。先に、こうやって、うん、自分で。大好きだよ、大好きだよ。ありがとう、ありがとう、ありがとう、愛してるよ。自分でやろ。これ、メンヘラ予防だから。やばい、痛い女になる前に。きつい女になる前に、かわいい女で生きていきたいのなら、やろうね。自分に愛を送ってないとね、カツアゲするから、褒めてってやるから。という、大事な大事なメンヘラ予防の話でした。ぜひ、皆さん、全部、夜の予祝会、鏡のワーク両方挟み込みでやる方大歓迎。仕事的に夜難しい方、ぜひ鏡のワークご参加ください。一個でもいいから、どっちかでもいいから、なるべくなら両方付き合ってくれたら私は嬉しいけど、やろう。もうしょうがないじゃん。なんかポジティブなワード言ってからなんか上滑りするくらいだったらもう謝った方がいいんだよ。もう自分に相当ブチ切れてるから、自分が内側で、あの予想より怒ってるよ。私もえマジでまだ癒し必要ってなるから、でまだ喋るね、私元気だね。ね、癒しってね終わらないんだよ。衝撃でしょ。私これびっくりしたんだけど、私インナーチャイルドワークずっとやってて、でそれであれ波動で測るんですよ。私は波動で癒しが95点以上になったら終わりで次の段階に進むんだけど、数週間経った時に、例えば5歳の内側の子が、あ、なんか切れ散らかしてるなと思ってもう一回測り直したら数値が下がってたんですよ。あれ前95点で満足してたはずなのに、なんで80点になってんだろうなって。あれ？と思って。で、それで、スピーチュアルの先生に相談したことがあった。先生、下がったって言って、なんでなんでって聞いたら、それは、なんで下がるかっていうと、自分が敏感になってると下がるんですよ。意味わかるかな？ね、今までは、例えばさ、なんかさ、ザッて切れてたら、あ、これ傷だってわかるじゃないですか。で、この傷を、癒してごめんねごめんねあの時ごめんねって癒したら、この傷が見てあげて直してあげたから、もう終わりじゃないですか。で感知したんですよ、この時。でも自分の感覚が立ってくると、もうなんかここのささくれとか、なんか細かいところにまで敏感に気づきやすくなるんですよ。だから、あ、ごめんねって、あ、ささくれあったんだね、痛かったね、ごめんねっていう風に、だからすっごい小さいミクロみたいな傷まで見つけられるようになるから、細かいところまで傷を癒せるようになるし、傷に気づきやすくなるから数値が下がったりするんですよ。だからその度に、あ、まだ怒ってんなと思ったら、ごめんねごめんねって、あの時ごめんねって言ってあげればいいの。別にね、なんか私ずっと言えないじゃないのよ。別に言えないんじゃないの。あなたが敏感になってるから、もう一回、あ、見てもらえそうって思って、内側のインナーチャイルドさんが、すいません、ここささくれがあります、気づいてください、見てほしいですって言って声出してるようなもんだから、ずっとやるんだなと、ずっと内側の子には癒しと、すいませんでしたあの時はっていうのは言い続けるんだなって思ってた方が気が楽です。私全然言えない、なんでなんだろう、え、何やったら言えるんだろう。じゃあやるとさ、落ち込むじゃん。なんかずっと永遠になんか謝り続ける人生なのかなみたいな。ずっと癒し続けて私は前進ができないのかなって思っちゃうかもしれないけれども、そうじゃなくて、あなたは順調に癒しが進んでるし、で、敏感になってるから、前はここのでっかい傷跡、もうなんかすげえやったな、傷跡がついてたのに、絆創膏貼って終わったけれども、ささくれがありますっていう風に声が聞こえるようになったから、癒しが必要になっただけだよみたいな、かかとの角質がありますっていうくらいの傷じゃねえじゃんっていうレベルのものさえも見てほしいですって言って、インナーチャイルドが生きるだけだから、癒しが足りてないわけじゃないの。かまってほしくて声上げてるだけなの。だからちょっとずつちょっとずつやっていけばいい。
その時になんか癒してほしそうだなって内側が言った時にはごめんねって、何が何構ってほしかったかなって、どうしてほしかったかなみたいな感じで対話すればいいの、内側と。そんな感じですかね。だからね、私鏡のワークね、深いなと思ったの。インナーチャイルドの癒しを延々とみんなが今やってる感じです。謝ってる、ほんとみんな抜かりなく謝ってる、ごめんねって。本当にね、もう大人になってね、もう小さい頃からの癖でもう頑張りすぎ子じゃん、みんな。本当に親の顔色見て、あ怒られるな、やば、あ先回りしてやっといた方がいいなとかやって、あのね、もういい子やりすぎ、本当マジいい子やりすぎだからね、頑張る癖がつきすぎてて、あの癒してない、ほっといてる。やんないよ、これくらいやんないよ、当然でしょ、大人でしょ、会社員として当然じゃない、経営者として当然じゃないって言って、いや私がこれやらなかったら誰がやるわけ、私がやるしかないじゃんみたいなことをね、もう言いすぎ言いすぎ、癒してない、ねぎらってない。だからごめんねっていう言葉、ありがとうっていう言葉、そして落ち着いてた、なんかあ今響きそうだなと思ったらおめでとう言ってあげてください。おめでとう、すごいぞマジで。あれ行った時も本当車なんか買わないって言ってた、うちの夫が車買ってくれたからな、あれびっくりしたな。だしあと UFO 出たんだよ、おかしいじゃん、 UFO いたよと思って。そういう風な変なことが起きます。だから鏡ワーク激推しとなっております。ぜひお申し込みください。聞いていただいてありがとうございました。また朝6時にお会いしましょう。おやすみ。